本日の動画はまったりと食べ過ぎたため、ナレーションベースでお送りさせていただきます。ありがとうございます。いただきます。うまそう。いただきます。うまっ。僕ももちろん普段からひいきさん通ってますんで、このスープのうまさ知ってるんですけれども、やっぱりいつ飲んでも一口目最高です。このね、濃厚なんだけれどもマイルドさもあって、かつ醤油の香り、これがねしっかりと立ってるんですけど、うまみが強くてね、やっぱ止まんなくなっちゃうね。家系好きの中ではかなりね、麺の硬さ、これ好みが分かれると思ってまして、個人的にはしっかりと茹でた麺が好きなんですよ。でこのひいきさんの麺はその好みに合っておりまして、もちっぷる食感もありつつしっかりと茹でておりますので、小麦の香りね、すすった瞬間にすごく鼻に飛び込んできますので、この濃厚スープとぴったりと合います。でもちろんですね、その麺だけではなくて、具材、海苔やこの青菜ですね、スープに浸して麺と一緒に食べていただくとより爆発力が増しますので、ひいきさんで食べられる際はお腹に余裕があれば海苔、青菜ですね、このあたりを増していただくのがおすすめかなと思います。ひいきさんのチャーシューはモモとバラ肉、こちらが2種類ありまして、持ち帰り販売もしてるんですけれども、撮影当日はね持ち帰りさせていただきました、うん、それぐらいひいきさんのチャーシュー好きで美味しいので、ぜひねこの辺りも楽しんでいただければなと思います。僕個人的には私生活でひいきさんに食べに行く際、味変を一回もしたことがなかったんですけれども、今回せっかくの撮影ということなので、ニンニク試してみました。これはね間違いないです。うまいんだけれども、今回もそうなんだけど、ライス頼んでないので、ライス頼まれるお客さんはパンチ力を増すためにこのラーメンに入れるのかなり合うと思うんですけれども、ベースのラーメン自体が上品さもあるような濃厚なスープなので、若干ねそのバランスが変わってしまうかなと。ライス頼まれないお客さんであれば、そのまま単品で食べることを個人的にはおすすめしたいなと思います。あります。お願いします。うわ、実はこのからし変更、うちの妻が大好きでして、普段食べに行く際は毎回こちらを注文してます。ただ僕自身は一回も注文したことがなくて、自分で頼んだのはこれが初めてで、こちらの一杯なんですけれども、見た目が真っ赤なのでとにかく辛そうに見えるじゃないですか。ただほぼ辛みはなくてですね、唐辛子の爽やかな香り、そういった部分が生きているのみで辛みはほぼありません。でその分濃厚なスープ、後味にキレが増してですね、こっちはこっちでこの一杯でしか味わえないうまさがあるので、辛いの苦手な方でもぜひ一度は試していただきたい一品でございます。そしてこの一杯に合わせるのはこのライスですね。
こちらの一杯の味変にはすり生姜、そして辛みだれの2種を投入させていただきました。おめっちゃうまい。通常のラーメンを食べた後にこのからし変更を食べさせていただいてますけれども、これね、間違いなくからし変更にはよりライスを合わせた方がいいかも。なんかね、この美味しい唐辛子の爽やかな香り、それがね、うまいスープと相まっておかず感が増すというか、米がね、欲しくなること間違いなしだと思います。ありがとうございます。見てください、この濃厚な生卵、見た目からたまらなくないですか。やっぱりですね、この一杯混ぜそば形式ですので、商品名の通り芳醇に香る鶏油の旨味であったりとか、醤油の美味しさ、こういった部分がダイレクトに感じれますので、ラーメンとはまた別のね、このひいきさならではの一杯ですね。そこに合わせるはこの肉玉丼ということで、今日ね、もう3杯目、最後の一杯ですから、贅沢に行かせてください。ここからはこのチーユそば専用の特製ラー油をかけて味変させていただきます。うん、うまっ。はい、うまい、間違いなくうまい。このチーユそば自体が甘みもしっかりありまして、濃厚なんだけれどもまったりした、そんなようなね味わいですので、特製ラー油をかけることによって辛み、そして香ばしさと旨味が増幅するような調味料となっております。ぜひ皆様も最初からではなくて中盤後半にかけて味変して楽しんでいただくことをお勧めします。うわ